ナミさんお疲れ様です。毎日動画の方を送っていただきまして、ありがとうございます。まあ多少ですね、ナミさんの動画もストックができまして、1日2日ぐらいは、ちょっとね、前倒しで、えー、前倒しから逆か。 あ,のストックがありまますすんで非常に助かってますあとやっぱりねナミさんから送られてきた動画に対していろいろとね考える機会がやっぱりいただけてますんでそういった意味でもこのね舞姫大学はこれからもねいい講義がどん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 生まれていくんではなかろうかと思ってますねでなんかこっから思い出話ですけどもね10年以上こうやってねご一緒させていただいてまあ私としてはね うん、どっかに染めに行ってるわけでもないですし自分の、うん、経営していたお店とか会社ってのが10年以上も続いたことがなかったんでねそういった意味でも、うん、なんかすごく、まあ、複雑な関係と言いますかねまあいい意味でね、まあ、吉谷さんとか奈美さんとかね小野崎さんとかすごくいいチームで進んできたなとで私がもう見るところみんな誠実なんですよね で得体の知れない人とかずるい人っていうのは結局短いい付き合でで終わっちゃうんですよまあそれは少なくとも私が、まあ、真面目で誠実な人との付き合いを望んでるからっていうところが大きいですし逆に私に対してもそういうふうなね評価をいただけてるから続いてるのかなと、まあ、そういった意味でも、まあ、ネットビジネスなりいろんなビジネスが世の中ありますけども、まあ、ずるいことはしたくないなと思いますねやっぱりね。う まあお金を稼ぐお金を頂くってことなんですけども堂々といただけるようなね、うん、商品買ってくれてありがとうって気持ちも当然ありますけども、まあ、お客様からもね売ってくれてありがとうよくぞこの商品を出してくれましたみたいなそんな形で受け取っていただきたいですしお支払いいただきたいですしあのやっぱりね、えー、普段お世話になってるから商品買ってあげるよみたいな、まあ、そんな気持ちもなんか嬉しいですよね。 本来は商品そのものの価値にやっぱこう気づいていただいて手に取っていただくっていうのが商売なんですけども私なりにその上っていうのはねもう何でもいいからもう何でもいいから買うよみたいなね何でもいいからもう顧客として付き合わせてくれみたいなところなのかなと思うんですよで先日ね私のものすごく好きなラーメン屋さんが潰れちゃったんですけども開業式からたった2年だったんですよね元々そのラーメン屋さんっていうのは繁華街で大繁盛していたところがいろんな事情でね えー、閉店することになってでもそのラーメンの味を求める方が多いからスタッフさんが一年放棄して自分の名前で再スタートしたらしいんですよ。まあでもね期待されて再スタートしたそのラーメン屋さんも実際にお客さんがじゃあ以前と同じように来るかって言ったらこれはね残念ながらそうでもないんですよね。まあ、そういった背景を知って1年前ですけどもそのお店に私がね行き始めてで1年で。 一年未満で亡くなっちゃったんですよね、うん。非常に惜しいなというところがあります。まあでも商売っていうのは、あのそうやって、まあ栄光盛衰ではないですけども、華、うん、々しくスタートしたと思えば、本当にひっそりと知られずに亡くなっていくところがあったりとかね。うん、まあ、日々、日々なんですかね。日々なんとかですね、これはね、はい。まあでもそういう中でもね、あのこうやってお互いなんとか、 ここういうふういいいな情報発信によっってて生き残っているということを考えたらね売り上げの規模とか扱う商品とかっていうのは様々ですけども非常にありがたいことだと思っています電子書籍を皮切りにスタートしたこの関係ですけどもね、まあ、今後もいろんな形を変えながら生き残っていきたいなとそしてさらに10年後どんな気持ちで今日を振り返ってるんでしょうか楽しみですねそれではお疲れ様です